宝泉寺駅は大阪府柏原市宝泉寺4丁目にある近畿日本鉄道大阪線の駅である。駅番号は D15。相対式2面2線のホームを持つ地上駅。改札、コンコースは地下に、ホームは地上にある。駅入り口は上下ホームに設けられている。ホーム有効長は6両。近鉄やお駅管理の友人駅でピタパー以降か対応の自動改札機及び、 自動生産機が設置されている。近年における、当駅の1日乗降人員の調査結果は、以下の通り。駅の東方を中心に、マンションが多い。駅から東方へ150メートルの位置に、柏原市市内循環バス、きらめき号の、宝泉寺拠停留所が設置されている。ABC 曽根悟る、週刊歴史で巡る、鉄道全路線大手私鉄2号近畿日本鉄道。 1. 1朝日新聞出版週刊朝日百科2010年8月22日18から23ページ ISBN 978から4から02から34132から7平成19年4月1日から近鉄主要路線で IC カードの利用が可能になります近畿日本鉄道 http://www.kintetsu.jp コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュファイルズスラッシュ i c c a r t 2 0 0 7 0 1 3 0 p d f 2 0 1 6年3月7日閲覧駅別上個人大阪線近畿日本鉄道ありがとうございます